園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好き看護師のどんちゃんです。今ね、夜10時ぐらいに撮ってます、動画ね。いや、今日ね、めちゃくちゃ外寒いんですよ。撮ってるのがね、5月2日めちゃめちゃ寒くないですか、外。いや、これが寒の戻りかっていうぐらい寒いですよ。なんか吐く息もね、白くてね。いや、ちょっと外のね、お花たち心配になるレベルですよね。え、こんな急にね、寒くなると心配になりますよね。さすがにね、霜が降りたりはね、しないと思うんですけどね。いや、ちょっとびっくりしましたね。え、でね、今日ね、何話そうかなと思ったんですけど、僕ね、看護師ずっとしてて、耳鼻科にね、6年ぐらいいたんですよ、6年。で、耳鼻咽喉頭頸部外科っていうところに6年いて、皆さんにね、ちょっとこれ役立つんじゃないかなっていう情報が、あって、それをね、ちょっと動画に残していきたいと思います。ね、今日話をしたいのが、鼻血についてね、それと魚の骨についてね、話していきたいと思いますね。皆さん、鼻血がね、出た時どうしてますか？いろいろね、やり方あると思うんですよ。いろいろ、その地域によってね、皆さんどうしてますか？僕がね、小さい頃というか、まあ、教えられてたのはね、ここね、この鼻のこの、このちょっと硬いとこ、鼻の硬いとこをね、こう持ってこう上向いてじっとしとくみたいな、ね、で、今日その話をね、僕の親にしたら、僕の親はこうしてこうして頭の後ろ叩けみたいな言われてたらしいです、ね、多分ね、人それぞれあるんですよ、このやり方ね。で、これね、全部間違ってますからね。知ってました？間違ってますからね。正しいやり方ね、どこも教えないじゃないですか。僕もね、その耳鼻科入る前はね、そう思ってましたよ、ね、ただね、違うんですね。正しいやり方ね、お教えします。まずね、なんで鼻血を止めるかっていうところに着目しましょう。血がどういう風に止まりますか、ね、皆さんね、経験で知ってると思うんですけど、固まって止まるんですよ。水からね、血が固まって止まるように体はなってますね。なので、まあ鼻ね、空洞でしょ、ね、空洞の後でしょ。で、大事なのは自らの血で鼻血を止めるということなんですよ、ね、ということはですね、まあ、結論から言うと、鼻の穴を塞いで、ね、血が溜まるでしょ、鼻の中に。鼻の中に溜まった血で血を止めるっていうイメージです。わかりました。鼻の中に血を溜めて血を止める、ね、ということはですね、正しいやり方ね、このね、小鼻あるでしょ、小鼻、ね、これをグッと押さえて、柔らかいとこ、この膨らんでるとこね、柔らかいとこグッと押さえて、下を向くとね。そうすると鼻の中に血が溜まります、ね、で、その溜まった血が固まって鼻血が止まると、これが正しいやり方ですね。皆さんね、ご家族の方とか友達とか、鼻血出た時はね、小鼻を掴んで下を向くと、一時すれば止まります、間違いなく。このやり方をすればですね。なので、いろんなね、言い伝えあると思うんですけど、それはね、ほぼ間違いなので注意してくださいね。上向くとね、喉の方に血が流れるんですよ、ね、
で知らず知らずに血を飲み込んで胃に入るとですね気持ち悪くなるんですよね。で気持ち悪くなってそれを嘔吐しますと、ウエーと吐いた、吐いたら血だらけなのでもうめちゃくちゃ大パニックになりますけど、それただただ飲み込んでるだけですからね、しっかり下向いて自分の血で鼻血を止めるというところがポイントです。わかりましたか。さあ、じゃあ2つ目ですね。2つ目は魚の骨についてです。ね、魚の骨、皆さん、ね、例えばご飯ね、こう食べてるときに、うわ、ちょっとなんか刺さったような気がする、どうしますか、ね。まあ、よくね、一般的に言われてるのはね、ご飯を飲み込むとか、まあ、例えばお茶を飲むとか、食べ物で押し込んでどうにかするっていうね、あの方法取ってるでしょ、皆さん、ね。これもね、多分すごい言い伝えがね、それぞれあると思うんですよ。もう多分ね、めちゃくちゃあると思いますよ、調べればね、一冊の本になるぐらい。これもね、あの非常に危険なやり方です。結局ね、こう刺さったでしょ骨が、でその上に食べ物を流して奥にね、ブスっていく可能性があるんですよ、ね。魚の骨がね、喉を貫いたらどうなるか知ってますか。これとんでもなく恐ろしいことになるんですね。結局ですね、人間ってあの食道とかこう腸のね、あの外側に例えば唾液とか流れ込んでしまって、ばい菌がね体の中であの悪さするとですね、とんでもなく大変なことになるんですよね。ものすごい大変なんですよ。もう命に関わる人もおります、本当に。もうね、その破った穴からバイ菌が入って、もう海だらけになって、大手術みたいな。なのでね、よく鯛の骨とか気をつけてとか言うでしょう、ね。でも鯛の骨硬いんですよね。で硬くて鋭くてなかなか取れません、ね。なのでここでね、伝えたいのは、物で押し込むっていうのだけは本当にやめてくださいということ、ね。物で押し込んでいいことは一個もありません、本当に。なので、正しい方法ね、正しい方法は、刺さったな、もうこれはちょっと取れんなと思ったら、もう耳鼻科に行くということですね。耳鼻科に行ってファイバーして骨を取ってもらいましょう、ね。これが一番です。もうね、無理やりね、自分でやっていいことはありません。何人も見てきました僕は、大変なことになった人をね。で面白いのがですね、土用の丑の日ってあるでしょ、土用の丑の日、ね。その時はね、耳鼻科のね、夜外来ですね、外来にうなぎの骨が刺さったって言って何人も来るんですね。面白いでしょ、ね。あ、今日うなぎの日だったんだみたいな、ね、それでわかるっていうね。まあ、それは置いといて、とにかくね、魚の骨には要注意です。本当魚の骨は舐めちゃいけませんね。だから子供とかにね、魚食べさせるときは本当注意しとってください。子供はね、扁桃腺が大きいから扁桃腺に刺さるんですよね。でもうちの子も一回扁桃腺に刺さって、もう僕刺さってる場所大体わかるからですね、経験上。細いピンセットでピーチ取ってあげましたけど、なかなかね、まあ医療関係者じゃないとそういうの難しいと思います。なので無理せず耳鼻科に行って取ってもらいましょうね。今日はね、鼻血ね、おさらいしますよ。鼻血はここ、小鼻を掴んで下を向くと、で自分の血で止める、絶対上を向きませんね。この鼻の硬いとこ押さえても意味ありません。小鼻を掴んで下を向くと。で2つ目はね、魚の骨が刺さったらご飯を飲み込んだりお茶を飲み込んだり無理やり物で流し込まないね。突き刺さりますね。
魚の骨が取れんなと思ったらもう耳鼻科に行きましょう。この2点です、お伝えしたいことはね。なのでね、日頃からね、いろんな言い伝えとか、生活の知恵とかあると思うんですけど、全てが全て正しいわけじゃないので、皆さんね、注意しとってくださいね。今日はね、園芸大好き看護師どんちゃんというよりは、看護師のどんちゃんという立場でお話をさせてもらいました。この動画が良かったらですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。